第5試合20分一本勝負を行います。青コーナー182センチ、 88.6キログラム、 リングスジャパン山本健一。赤コーナー190センチ、 104.5キログラム、 リングスロシアボルク、はい。横浜アリーナ第5試合です。20分一本勝負、ランキング4位のボルク反対、そして現在ま上り上司、見事な勢いで上りていきます山本健一の一戦です。まあ攻守ともにですね、現在山本健一、まあ攻というのがこのリングス上の試合であり、死というのは自らのジム、はい、パワーオブドリームオープン間近に控えてますからね、非常に充実しています山本健一であります。相手がハンですからね、さあキャッチしました。これをまずひねって押して、そして潰していきます。早くもアキレス腱が食べない。ここで終わってしまうのか、パワードドリーム。いやいや、まだ落ち着いています。いや、糸井さん、この2人から目が離せませんね、はい、離せないですね。もう早い仕掛けでしたね。2人は当然ながら初対戦であります。さあ、どういった戦いに持っていきますが、山本健一は言っています、本当にこれは大きなチャンスなんだよと。おーと、足首取りましたね。ハンが自らこうひねりを解いていきました。これはエスケープです。山本健一がエスケープ。この反戦についてはいい経験をさせてもらうと、金星を挙げてもう一回、チャンピオンに挑みたいんだと。チャンピオンというのはあの成瀬のことでありますけれども、はい、そういった希望を持っています。さあ、キャッチした。十分この反の強さは分かっています。山本健一ひねりを加えて、山健もこれについていきます。まあ、あの山本選手にしてみればですね、こういうタイプの選手とは絶対戦ったことないでしょうからね、自分でも言ってますね、初めてのタイプですとですね。まあ、世界に2人といないですからね、初めてのビッグネームとの対戦だと、かなり気合が入っていました。このコマンドサンボという言葉を山本が、まあ、私たちにしては随分懐かしい言葉なんですけど、はい、使っていまして、どういうものか、それを確かめてみたいと言っていましたが、腕式逆重症、山健が引く。簡単に切り返されます。ちょっと不完全だったようです。逆に行きますね、逆にこうやるんだとばかり山本健一は足を絡みながら持っていきます。さあ、横浜アリーナの観衆がこれにこうして大きなボルテージ、声援を上げていきます。さあ、切るぞ。うまい、切れませんでした。これはなんとか、危ない危ない危ない、エスケープエスケープエスケープ。今ね、一瞬歯の体勢が崩れましたから、はい、山本選手ちょっと揺らしたんですね。なるほど、山本健一よくついていっています。山本はあと2年は修行の時代ですと言っています。2年経っても僕はまだ24なんですと。さあ、強調、おー、ダウンなのか、ダウンなのか、ダウンです。ボルクハンガーしました。いや、これはまだ支えかもしれませんよ。なるほど、ハンの、はい、ハンは意外とこうタオル打たれ強いんですよね。そうですね、やはり山本選手若いですからね、やはりこう厚くさせてですね、そういう隙が生まれますから、ハンはそうなってるような気がしますね。糸井さん、平気でその辺のことはやってくる相手ですからね、打撃性の、ね、打撃の選手とは散々やってますから、あのアンパーだと、おー、これはなんと切り返してるぞ。山本もついてく、ついてく。どういう動きを見せますか。おーと、横四方になりましたが、これからはどういう動きが予測できますか。三角締め、さあ、改めて締めていきます。ロープを探している、足で探しています。位置は確認しました。ちょっとポイントもずれたようです。ポイントが並んでいます、この両者。うんと、どこにある、ここにある、エスケこの山本健一も7月5日付で正式にリングスジャパンの所属となっています。自分が強くなるためにリングスマットをとことん利用させてもらう、そういうコメントを残しています。そしてさらに自らのジム設立、その名前がなんとパワーオブドリーム。これは前田明選手自伝のタイトルと同じ名前であります。
腕取りに行きますね、試合の中で夢を作る男ボルクハン、そして夢を追いかける山本健一、2人が交錯します。横浜アリーナ、こうグラウンドの展開でですね、こう下を好む選手っていうのがいるんですね、山本選手はそのいわゆる下を好む選手ですね、その下のポジションからまあ攻めていくという形ですね、はい、おっと両手捉えてますよ、これひねられています。伊藤さん、何かスクリューなんか、ね、このまま引っ張ったらなんか竹とのようにくるくるっと回りそうな、そんな感じだったんですが、ああいう形ってあんまり珍しいですねないですよね、はい、ハンがちょっと小さく見えるんですよ今日、それが何のせいなのか、山県は意外とでかいんですよね、180を超えています、182センチという手元の資料であります。クロスヒーローですね、さあいきます、クロスヒーローホールドは OK です。最近このヒールホールドという技は禁止されましたが、これは名前はクロス、おーマウスピース飛び出した、このまま終わってしまうか、クロスヒールホールド、名前はヒールホールドですが、これはアキレスを締め付けるというそういった技であります。逆にアックルを取りました、足首をひねります、いやダメです、今度はこっち、おーといきなり状況が変わりました。パワーどうする、切り返してきる、これが狙いだ、これが狙いだ、さあこれで終わりか、いや山県はどうだ、山県は立ち上がった、これで OK です。まだまだ絡みついています、タコのように絡みつくボルカ、いやこれ切り返していきます、応戦する応戦する山本健一、トンペが一息つきました、まるで田村清がよくやるジェスチャーのようですね、ここで一呼吸を置きます。さあ息を吐き出して、さあどうしようかという山県です。山本健一、通称山健山健と言っていますが、今日から本格的に山本義久が帰ってまいりましたから、はい、まさにね、その山健で呼ばなければならなくなってきます。さあ一呼吸を置いて、ちょっとロープ嫌な感じになりますが、立ち上げてアームロックか、足です足、腕式逆上、決まりそうだ、あと5センチ、跳ねた跳ねた、ハンが苦し紛れに跳ねました。ボルカン選手今回のボルカンは武将髭を蓄えていますけれども、おお、なんとポイントがよく見たら重なって4つ目のロストポイントですから、あとダウンを奪われたら一気に2つのロストポイントで負けになります。これ随分追い込みましたね、さあ山県チャンスだチャンスだ、こっからが半怖いですけど、そうなんですね、投げを打って今朝固めか、いや大金星マジか、大金星マジか、足狙い膝十字か、決まってません、ずれています。山本焦るなという声援が飛んでいますが、その通りですね、はい、歯は絶対一つの隙をついて狙ってきますから、ね、覆いかぶさります、身長差体重差を利用しまして覆いかぶさっていきましたが、アームロックを取らせまいと山本健一、ご覧のように腕を縮めています。これ腕しぎでしょう、ついてきます、これを切られたら、あーっと、せっかくのロスポイント、あーっと切れたぞ、このまま終わってしまうのか、足がもう抱え込まれている、首を切りました、しかしまだ危ない体勢です、まだ危ない体勢、悪い体勢ですね、抜けるか、抜けました抜けました、さあ今度はロープに向かって一直線、頭の乗りはできません、あ届かない届かない、ここで終わりか、一方通行であります、ハンがそうさせしと、ここで終わりなのか、遮断鏡を下ろしました、ボルクハンでありますが、もっともう一回かけ直し、もう一回、ちょっとこれは一発、もう立った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 、立ちました、そしてお前にもかけてやる、山本健一が今腕しぎに移行しましたが、これはもうすでに崩れています、お前にも同じ苦しみを味わせてやるという感じですぐさま切り返していきました、向こう行きが強い山本健一、ここから鉄則であります、おお、キックスプリントだ、ポストクラブ逆エビで止め、逆エビでこのままギャーッとタップ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 、音が8分24秒、山本健一前線しましたが、やはりボルカンの前に夢を見ただけ、ボルカン選手を勝ちでございます、実現はなりませんでした、金星ならず、いいところで追い詰めたんですけどね、やっぱりあそこが強いですね、ハンは、しかし
本当に夢をね見てそれを実現させるのはこれからでいいですよね。22歳ですから。若いですからね、これも一つの経験であります。山本圭一、まあ、このハンズと戦った経験がですね、まあ、さらに山本選手に強すると思います。なるほどね、初めてのビッグネームとの対戦。しかしこれで山県もあの糸井さん、はい、いい負けをもらったんじゃないですか。心なしかなんかこう喜びさえ感じる負けですよね。悔しいだろうな。最後決める寸前にグッと真ん中に、ね、もう心にくいですね。ずるいずるい。決めるところは決めてきます、モルクハン。これが戦いの中にファンタジーを生み出すその秘訣でありましょうか。モルクハン、これだけの満員の観衆の心を掴んで今ドレッシングルームに引き上げていきます。ちょっと嬉しそうな表情も、うん、ありますね。いやしかしこの大会の主役はもちろん前田明なんでありますけれども、それをクワッという勢いで各選手が戦ってきますね。これはこのまま最高のボルテージで最後まで突っ走っていきそうです。どうでしたか。強い、めっちゃ強いかな。ようみんなあんなスコッツヤーで打ち合いしてましたね。力は強いわ、懐深いわ、関節技のそのまたあの腹なんていうのかな、コマンドサンボっていうね、あの初めての、まあ、格闘技の選手とやったんで、あの今日は驚かされることばっかりですね。